ある。そういうことは恋人に言ってやんな。邪魔だったら消えてなくなってもいいぜ。ここだよ。あるのつむじって二つあんだな。ほら、こことここ。チェ、もう怒ったよ。これでいいかい？なんだ。ほいよ、これでいいかい？広いスペースを贅沢に使うところにレイアウターの技量が出るんだぜ。いや、デザイアの仕事着は2種類あって、今日はこっちを着てるんだ。おいおい、言う相手が違うんじゃないか。ティーナ？ああ、あの女の子か。外傷もないし大したことはなさそうだぜ。ああ、少し疲労気味ということだけど、ドクターは大丈夫だって言ってたよ。あの時はびっくりしたぜ。アルに子供ができたのかと思ったくらいだ。思う。でもアルも驚いたって感じだったな。身元はどうなってるんだろうな。浮かない顔だな。優しいんだな、アル。別に。でも本当に身元が判明するといいな。何ボカボカ言ってんだよ。変なやつだな。なんだよ、また前に来てほしいのか。ほら、これでいいだろ。そ
んなことよりも聞いたぜ。何よって、ここでの乱闘騒ぎさ。派手にやらかしたんだって。なんで俺を呼んでくんなかったんだよ。真っ先に駆けつけて加勢してやったのに。素早く蹴りがついたってわけか。やるな。チェ、惜しかったな。俺もカイルの顔面にパンチでも入れたかったぜ。男どもにはね、女たちには奴を支持するのが結構多いんだ。これはそんなミーハーな女どもとは違うぜ。どうするんだい、これから。なんだったら格納庫に遊びに来るか。やってんだろ。マシンのチェックやオイルの点検、やることはいろいろあんぜ。世間一般では違うかもしれないが、たまにはいいもんだ。チェ、俺だって一人でのんびりしたい時があるさ。格納庫はちょっとうるさいしな。ああ、だからこうして用が済んだらさっさと帰ろうとしてるのさ。いやとかそういう問題じゃないんだ。単に格納庫の方が落ち着くというだけのことだよ。ま、なんだろうと気が向いたら格納庫に来なって。歓迎するぜ。ま、気が向いたら格納庫に来なよ。歓迎するぜ。
Thank you.
いつも楽しい人ですね、アルバートさんで。こんにちは、アルバートさん。ではもう大丈夫ですか？よかった。昼間は本当にありがとう。アルバートさんの部屋に行ったら誰もいないし、下に行ったらいつの間にかいなくなってるし、途方に暮れてしまいました。いいんです、ここデザイアを探検してみたかったんですよね。私がいると足手まといだから。そんな、別に構いません。はい。どうしたんですか？ことでしょうか。なぜ私が花なんでしょうか。はい。ええ、着替えてきたんです。アルバートさんが私服姿も見てみたいと言ってたから。もういいです。どうもありがとう。でもあんまり見ないでくださいね。こんな格好で出歩くのはせいぜい宿舎内です。あまり見ないでくださいね。でもおしゃべりの続きと言われても、どのあたりまで話したのかよく覚えてないんです。え、あ、そうだったんですか。ごめんなさい。ではもう慌ただしくって記憶があやふやだったんです。確か最初に泉さんが羨ましいという話をして、
次にアルバートさんが取材に来られた理由を話して、次にロジックに縛られない推察の重要性を、いえ、一語一句覚えているわけじゃありませんから、不完全な記憶です。はい、それはちょっとごめんなさい。違うんです、なんと言えばいいのか。私自身、自分が今何を行っているのか、研究の流れのどの部分に位置しているのか、実はよく分かっていないんです。装置の計測や結果の算出、数値データの入力作業、いずれも研究内容を類推できるほどの情報ではありません。でも分業というのは得てしてそういうものだと割り切っていますから。ごめんなさい、詳しくは私も知りません。どういう人と言われても、質問が漠然すぎると思います。素晴らしい人です。すみません、でもそれ以外に言いようがなくて。ええ、天才だと思います。そんな、私なんて足元にも及びません。ご存知だったんですか？ステラ教授のですか？研究中は少しナーバスな面がありますけど、でもそれはどの学者も得てしてそういうものですから。そうですね、でもこの研究に命を懸けているという気迫みたいなものが顕著に伝わってきます。命を懸けるという比喩は少し誇張気味でしたけど、でもそういう迫力みたいなものは感じますね。はい、でも誰でも一つくらいはそういった物事を抱いているんじゃないでしょうか。アルバートさんにだってあるでしょ。これだけは人に負けたくないとか、自信を持っているとか、そういったことが。教授の場合、それが研究で、常人よりもその想念がほんの少しだけ強いということだと思います。
私は大した人間ではありませんから。本当にすごい人だと思います。どうぞ。はい、ちょうど7ヶ月になります。はい、まだ新米ですね。はい、 GIT の生態科学研究所でレポートの内容が認められて、ここへの転属を拝命しました。ごめんなさい。それは分かりませんけど、でも自分の研究が他者に認められるというのは結構嬉しいです。指定された塩基配列に基づいてオリゴヌクレチオドを合成し、さらにそれをもとにタンパク質を合成するための DNA 配列を決定する論理です。もう少し噛み砕いて言うと、 DNA のうちの一つ目の鎖を使用して相補差を作り出し、難しくはありません。これは応用数学における構造配列論のベーシックモデルでして、そうですね、一般の方にはちょっと難しいかもしれません。ごめんなさい。そんなに難しいことじゃないんですよ。基礎さえできれば、あとは応用力を養って、そうですか。ごめんなさい。体が凝るですか？私って結構そういうのには向いていないらしくて、運動もダメですし、気の利いた遊びとか知らなくて。そのクロスワードを作ったり論文を読んだり、そのすみません。はい。そんな私泳げなくてごめんなさい。強引なんですね。じ
ちゃんと泳ぎ方を教えてくださいね。はい。今度はアルバートさんの番ですね。出なくては不公平です。アルバートさんって本当に面白い人ですね。アルバートさんの新聞社は確か、比較的大手ですね。でも今回は他社を出し抜いたんではないでしょうか。負けず嫌いなんですね、アルバートさんは。アルバートさんはここをどう思っていますか。はい、記者の目から。面白いですか。え、ただ周りの人たちはどう思っているのか知りたいと思ったんです。どういうふうにですか？お嬢様？財団から。ああ、視察に訪れている和美さんですね。時期的にはちょうど最終段階に入ったところで。話してしまってよかったのかしら。すみません。ですから視察の時期はそれほど意外ではないと思います。はい。あ、ずるいです。いつの間にかアルバートさんが聞く側に回っています。
出なくてよろしいんですか？ID カードができたのだけど、取りに来ないのかしら？クリスさんって総務の方ですか？あら、今女性の声がしたわね。お邪魔だったかしら？まあいいわ。それよりもカードだけど。今はもう8時10分よ。8時を11分過ぎたところです。ごめんなさい、長々とお話ししてしまって。じゃあ楽しみにしてますね。そんな、泳ぎを指導してくださるって。はい、それでは。